アイテム番号 SCP-239JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-239JP はサイト8181内の標準人型収容室にて収容されます。収容室内には監視カメラを設置し、2名の女性セキュリティ担当者によって24時間体制で監視されます。通気口など外部との接続可能な箇所は SCP-239JP の身体一部の遠隔操作による収容違反を防ぐため、メッシュ状の鉄板などで封鎖されます。現在、SCP-239JP に関する実験、研究はすべて非同性愛者である女性職員のみで構成されたチームによって行われています。男性職員及び同性愛者である女性職員による無許可の SCP-239JP への接触は禁止されています。異常性伝染防止のため違反した職員は速やかに終了されます。SCP-239JP に暴露したと思われる職員を発見した場合は速やかにサイト管理者に報告してください。また、SCP-239JP に暴露したと思われる職員と接触、会話をしたと思われる職員は特殊医療班の検査を受け、B クラスの記憶処理を行った上で、経過観察のため収容されます。現在 SCP-239JP からの要求は一切受け付けておらず、特に衣服の提供は禁止されています。説明。SCP-239JP は身長 177cm の人間の全身骨格です。SCP-239JP の年齢は身長と骨の形状などから推定27歳前後であると思われ、現在、対象の経年劣化などの兆候は報告されていません。SCP-239JP の体はほぼ完全な状態で保存されており、かつ対象は通常の人間のように振る舞い活動しています。ただし左手薬指と右あばら骨の欠損など、その他にも刃物で傷つけた跡のような一部損傷が見られます。SCP-239JP は自身の名前を、と供述しており、戸籍調査を行った結果、該当する人物の存在が確認されました。その後、SCP-239JP と、死との情報を照らし合わせたところ、歯型など他7箇所以上の一致点が確認されたため、SCP-239JP と、死が同一人物であることが判明しました。骨盤やその他の骨格の形状、戸籍の情報、SCP-239JP から発せられる、声、の特徴から、SCP-239JP の性別は、女性、に分類されると推測されます。SCP-239JP は骨格以外の生体組織が存在していないにもかかわらず活動します。内容は未知の原理で発生、接触活動、本来ならば筋肉を必要とするような動作、呼吸などです。SCP-239JP の身体調査を行いましたが、不可視な物質、器官などは発見されず、対象は純粋に人骨のみで構成されていると思われます。また、SCP-239JP には視覚や聴覚、味覚も存在しており、SCP-239JP 自身の周囲の状況や環境、摂取したものの味など、通常の人間が有する感覚と同様に認識していると推測されます。しかし対象には触覚と痛覚のみが欠落していると思われ、そのため SCP-239JP の視覚外からの接触に対し一切反応しないなどのケースが多々見られます。また、痛覚の欠落から SCP-239JP 自身が自らの肩や腕の脊節を外すなどの行為が可能であり、SCP-239JP 自身から取り外された身体の一部は SCP-239JP 自身の意思によって遠隔的操作が可能であることも発覚しています。現在、これらの活動原理についての調査が行われています。また、SCP-239JP が衣服を着用した場合、そこに生体組織が存在していないにもかかわらず、人間の女性の乳房、
臀部などの輪郭が浮き出るという現象が発生します。衣服の上からそれらに触れたとしても物体の存在を確認することはできず、衣服内部を調査しましたが異常性のある物質、大気などは一切検出されませんでした。なお、SCP-239-JP の有する異常性のためか、SCP-239-JP は衣服を着用することに対して積極的になる傾向が認められ、そのため、現在 SCP-239-JP に対して衣服の提供を行うことは禁止されています。SCP-239-JP の異常性は、人間の男性及び同性愛者である女性、以下、被験者、が SCP-239-JP と30分間以上何らかの接触を行った場合に発現し、その後、被験者はおよそ1週間以内に自殺します。なお、これらの異常性の発現は SCP-239-JP が衣服を着用した場合とそうでない場合で、前者の場合の方がより強い影響が見られることが判明しており、そのため、SCP-239-JP によって引き起こされる異常性は被験者が SCP-239-JP をより強く、女性、であると認識することによって変動すると推測されます。また、これらの自殺方法は一貫しており、手段、使用するツールなどはそれぞれの被験者によって異なりますが、どのケースも皆自分自身の肉体を切断し、骨から剥離しようとすることで共通しています。被験者は痛覚が存在しているにもかかわらず絶命するまでこれらの行動を全うしようとし、現在最高で全身のおよそ 57% を剥離した B クラス職員の存在が確認されています。調査の結果、これらの異常性は強制的なものではなく、被験者自身の意思によって行われていることが判明しており、ある程度までは自制することが可能ですが暴露してからの時間経過に伴いそれらの行動に対する欲求が強まる傾向が見られます。これらの症状は軽度であれば B クラスの記憶処理を行うことで治療が可能ですが、大抵の場合は治療前に全ての被験者は自害します。当初これらの異常性は個人に対する認識災害によるものだと考えられていましたが、暴露した D クラス職員のインタビューを担当した研究員にも同様の異常性が発現するという事案が発生し、これらの異常性の伝染性が発覚しました。結果、ナノ D クラス職員と、ナノ研究員が自殺し、その後、機動部隊の介入により事態は収拾されました。そのため、これらの異常性が発現した財団職員は異常性拡散防止のため、その場で終了されることが決定しています。対象、B-239-JP-001。インタビュアー、研究員36。付記。このインタビュー記録は暴露した D クラス職員の供述を記録した映像です。なお、このインタビューから7日後、研究員36にも同様の異常性が見られるようになりました。録音開始。研究員36。どうも、気分はどうだい？ B-239-JP-001、以下 D-001 とする、10秒ほどの沈黙。研究員36。まあ、言い訳ないか。さて、それじゃあ始めよう。10秒ほどの沈黙。研究員36。率直に聞くが、なんであんなことを？ B-001、あんなこと、あんなことか。研究員36。そう、1900年2月9日。君は自分自身のウアンの肉を食堂にあったスプーンを使って削ぎ落とした。そのことについて教えてくれ。3秒ほどの沈黙。B-001、違うんだ、あれは。研究員36、違うって、一体何が違うって言うんだ。B-001、あんたは、多分、俺の頭がおかしくなったとか、そんな、唾を飲む、そんな風に思ってるんだろう。研究員36、それについては答えかねる。それで、どうして、あんなことを。10秒ほどの沈黙。
B001 何かに、何かから解放されたいから、そういうことを、やってしまうって、そんな気持ち、あんたには、ないか？研究員36、あいにく、私はそれについてはよくはわからない。5秒ほど考える。だが、君は何かに拘束されているような感じがした。つまりそういうことだね。メモを取る。当たり前のことだけど、おかげで君は右腕を失った。痛みは ?B001、痛み。20秒ほどの沈黙。B001、痛みはあった。あったとも。だけど、10秒ほどの沈黙。B001、だけど、そうじゃないんだ。研究員36、なら、何が君をそこまで駆り立てた？本当だったら気を失っていてもおかしくないほどの激痛のはずだ。だけど君はそれをやった。どうして？ B001、俺は。研究員36、俺は。30秒ほどの沈黙。研究員36、どうした？ B001、自分でも、咳込む。自分でも、わからない。違う。わからないんじゃない。だけど、気がついたら、いや、やり始めたのは自分だが、咳込む。自分でだが、止まらなくなった。止まらなくなったんだ。研究員36、どうして？10秒ほどの沈黙。B001、わからない。研究員36、わからない、か。B001、いや、嘘だ。わからなくなんかない。わかってる。わかってはいるんだ。でも、頭を抱える。7秒ほどの沈黙。研究員36、わかった。じゃあ話を変えよう。君はさっき、何かから解放されたかったと言ったね。それは一体、何から？ B001、あれは、違うんだ。別に、何かになろうとしたわけじゃない。ただ俺は自分が、うつむき沈黙する。研究員36、どうした？どこか悪いのか？ 10 秒ほどの沈黙。B001、彼女の、研究員36、彼女、4秒ほど考える。SCP-239JP のことか。どうして、今そのことを。B-001、違う、彼女のせいじゃない。俺だ、勝手にしたことだ。違う。研究員36、5秒ほど考える。わかった。じゃあ、その彼女について聞かせてくれ。5秒ほどの沈黙。B-001、ああ、顔を上げ、笑う。研究員36、どうした？ B-001、いや、彼女と初めて会った時、正直驚いた。研究員36、君が SCP-239JP に会ったのは、資料をめくる、ちょうど1週間前か。B-001、ああ、人生で、一番忘れられない日だ。お前とは違う研究員に連れられて、彼女のいる部屋に入った。最初は、まあ、あの姿だったから、正直ビビった。けど、話をしていくうちに、そんな感情どっか行っちまった。彼女は、こんなどうしようもない俺を、優しく受け止めてくれた。小さい頃に、お袋を亡くして、ろくでなしの親父と二人暮らしで、盗みだってやらされたし、ビール瓶で殴られたこともあった。そんな昔話を全部ぶちまけて、でも、彼女をそれをしっかりと聞いてくれて、初めてだった。こんな、なんていうか、温かい気持ちになれたのは。8秒ほどの沈黙。研究員36、なるほど。B-001、信じられなかった。俺の周りには、俺も含めて、クソみてえな連中ばっかだった。いっぱい人を傷つけて、騙して、
そんで札にしょっ引かれて、挙句の果てにはこんな場所で働かされて、でも、彼女はそんな俺の、こんなクソみてえな人生の光になってくれたんだ。こんな俺のために、こんな俺のためなんかに、彼女は、まさに無償の愛を注いでくれた。彼女はまさに女神だ。姿形なんて関係ない。彼女の心が、苦しいほど美しいんだ。研究員36、メモを取る。B001、あんたも彼女に会ってみるといい。まるで違う世界が開かれる。研究員36、そうか、だが、私は遠慮しておくよ。B001、そして、我々の世界は開かれたのだ。研究員36、今なんて、態度が変わり、無表情になる。B001、そう、彼女は光だ。我々の光なのだ。彼女のおかげで全てが美しく見えた。この世は彼女のためにあり。我々は皆彼女のために生きているのだ。だから、我々は決断しなければならない。全てを脱ぎ捨てて、彼女のもとに集い、彼女のために生きることを、この体を脱ぎ捨てて、誠の姿を取り戻すのだ。我々の命を彼女に捧げよう。それが我らの喜び。彼女の糧となることこそ我らの念願であり、生きる意味なのだ。研究員36、涙を流す。B001、この肉体を捨てた先にこそ真理が存在する。彼女の美しさがその象徴だ。我々は彼女のために生き、その血を捧げる。だからこそ、今こそ、この、肉の服を脱ぎ捨てるのだ。研究員36、我らの望む安寧こそ、彼女のもとに集うことであると我々は悟ったのだ。慈愛に満ちたかの母のような彼女の愛に身を任せ、魂を委ねるのだ。B001、彼女は、ある時、苦しんでいた。我々には想像もできないほどの苦しみだ。彼女は、それと長い間戦い続けてきた。でも、それにも耐えられないまでに、自分を追い詰めてしまったのだ。それに立ち向かうには、彼女はか弱すぎた。それを聞いたとき、我々も息が止まるほどだった。それが、我々の総想像をはるかに超えて、あまりにも過酷すぎた。そして、彼女は、ある決断をしたのだ。そう、声が聞こえたのだ。6秒ほどの沈黙。研究員36。私は、今、何を喋った。私は、B001。決断は決断だ。その苦しみを取り除くための。研究員36。一体何が、立ち上がる。B001。私は今はっきりと言おう。我々はあなたを。3分ほどの沈黙。研究員36。おい、貴様、私に何を。B001 が自身の左腕に噛みつき、腕の肉を体から引き剥がす。研究員36。私に何をした。B001。愛していると、なおも肉を引きちぎる。セキュリティ担当者、おい、貴様何をしている。セキュリティ担当者が D-001 を取り押さえる。研究員36、1分ほどの沈黙。D-001、叫び続ける。研究員36、私は、涙を流す。止まらない。なんだ、なんでこんなに、彼女のことが。録音終了。ほい。SCP-239JP は、県、市、町、日の留のマンション近くで発見されました。当時、同住所近くに在住していた一般男性が夜間のジョギングをしており、その時に徘徊していた SCP-239JP と遭遇しました。その男性からの通報により、財団は数名のエージェントと2名の機動部隊隊員を派遣。
SCP-239-JP は大変落ち着いた態度でその地点に佇んでおり、職員によって回収されました。SCP-239-JP に行ったインタビューによると、1900年、月、日に対象は自身の在住していた。SCP-239-JP が発見された同県同市の、町三丁目の自宅アパート内の浴槽内にて自らの肉体を骨からそぎ落とすといった行為を行った結果、現在の姿になったと供述しています。現在、これらの供述の内容に関する調査を言っていますが、詳しい状況、経緯などは判明していません。また、SCP-239-JP が以前居住していたアパートを捜索しましたが、2000年、月、日に取り壊されたことが確認され、現地での調査は中断されました。その後、市の親族、関係者などの人物の捜索も行いましたが、過去、死と関わったと思われる人物すべての死亡が確認されました。追記、ドーン博士の独白。対象、ドーン博士。復帰、これは初期の SCP-239-JP の研究メンバーであったドーン博士による音声記録です。現在、ドーン博士は行方不明となっており、この記録と合わせて調査が行われています。録音開始。ドーン博士。ああ、ああ、マイクを叩く音。私はドーン。ドーンだ。これを聞いている人がいるとして、私のことを知っているのであれば幸いだが、もしそうでない人がいた場合を考慮して、少しばかりの自己紹介と現状の報告を行おうと思う。ドーン博士の小さなうめき声のようなものが聞こえる。ドーン博士、すまない。今の現象についても、後々説明しよう。まずはじめに、私の自己紹介のようなものだが、私は SCP-239-JP の初期の研究メンバーだった。とは言っても、私がしていたことは資料の整理だとか、報告書、インタビュー内容の管理だったが、まだ SCP-239-JP が動く白骨でしかないと認識されていた頃、私たちの調査と研究によって、今の SCP-239-JP の異常性が判明したと言っても過言ではない。まあ、多くの犠牲を出した結果であることも間違いない。そして、もう一つ伝えなければならないことは、私はあの惨劇の唯一の生き残りであるということだ。あの事件によって、私の同僚は皆死んだ。いや、殺し合った。SCP-239-JP という存在に取り憑かれ、その、魅力、のようなものに取り込まれてしまったもの、皆死んで、殺し合って、自らの命を絶った。運が良かったことに、私はその異常性に侵されているわけではないと診断された。現に、今もこうして生き続けることができている。だが、私が今回言いたいことはそんなことじゃない。4秒ほどの沈黙。ドーン博士、すまない。今回、私がここに残しておきたいものというのは、今、現在の私の状況だ。これを聞いている人がいると仮定して、先ほどから私が、うめいたり、急に黙ったりしていることに関して、疑問に思っている人もいるかもしれない。先の私の自己紹介を念頭に置いた上で、私のこのおかしな行動というものの原因が、今回の記録の目的であることに理解をいただきたい。現在、私はある、声、に悩まされている。声といっても、そこまで明確なものが聞こえてくるわけではない。どこか、ぼんやりとした、小さい、声、が響いてくるのだ。だが、それは、3秒ほどの沈黙。ドーン博士、すまない。先ほどからも、その、声、が聞こえていて、5秒ほどの沈黙。最近、それの間隔がやたら短くなっているのを感じる。そもそも、これがただの幻聴の類なのではないかと思う人もいるだろう。とは言っても、ほとんどの人間がそう思うような気もする。だが、また私の経歴を持ち出すのだが、
この、声、が聞こえ始めた時期というのが、私が SCP-239-JP の研究に携わり出してからだということが問題なのだ。もちろん、私は SCP-239-JP と接触したこともなければ、暴露した人間から SCP-239-JP のことを聞いた覚えもない。そんな記録も存在しない。だが、私があの研究チームに入り、あの事件を超えた今でも、この、声、が止まる気配がないのだ。いや、止まるどころか、昔より頻繁に、そして大きくなっている。そして、もう一つ重要なことが、この、声、の発生している場所である。それは、10秒ほどの沈黙。それは、25秒ほどの沈黙。ドーン博士、クソ、畜生。ドーン博士の小さなうめき声。ドーン博士、荒い息。この記録を取ろうと思い立ったのは、正直言って自分の身の危険を感じたからだ。明確なものは一切なかったが、なぜか、そんな気がした。もし、私がこのまま何も残さずに死んだりしたら、それこそ、財団に勤める職員として恥じるべき行動だと思った。だから、3秒ほどの沈黙。いや、今からでも上に報告すべきなのか。いや、話を戻そう。どこまで話した？2秒ほどの沈黙。そうだ、私の聞いているその、声。それの発生している場所だ。それは決して外ではない。どこからか誰かが私を呼んでいるというわけではない。正確にその、声、が何を言っているのかまでは私にもよくわからないが、何かを訴えているのだ。しかも、私の体の中から、自分なりにもこの声の正体を突き止めようと努力してみたが、ダメだった。もしかしたら本当に音が鳴っているのかもしれないと思い、音感知装置を使ってもみたが、何も発見できなかった。結果、これは私の頭の中だけのことだということがはっきりとした。だが、これは私の勝手な言い分だが、これはそんな、ただの幻聴ではないような気がするのだ。言うのもおかしなことだが、いつも、いつだって、これは私の、中、から聞こえる。私の中にいる、もう一人の誰かが、私に対して、何かを訴えている。そして、これの他につい最近になって起こり始めた。ドーン博士のうめき声。ドーン博士、クソ、またか、つまり、これだ、ここ最近になり、声、も頻繁に聞こえ出したあたりから、体の自由が効かなくなってきているのだ。とは言っても、別に動かなくなるというわけではない。むしろ、その逆だ、勝手に、そう勝手に動き出すのだ。そして、その中でも、私はそれに抵抗することができる。言っていることがよくわからないかもしれないが、まるで、私の体の中に私と同じ形をした何かがいて、内側から私を動かそうとしているような、そんな感じだ。それと相まって、この、声、そして SCP-239-JP による異常性によって死んでいった仲間たちを見ていると、ふと、私の中に一つの仮説が浮かび上がった。ドーン博士が声を荒げ、何かが割れる音がする。ドーン博士、うるさい、黙れ、荒い息。私の仮説は、まあ、こんなもの、科学者としてあるまじき考え方だが、まるでファンタジー、SF 小説みたいな話だ。だが、私はこうとしか思えなくなってしまった。そもそも、人間の肉体というものは、すべて脳が管理しているのだろうか。神経という命令の伝達経路というものにつながれているが、本当に私たちが私たちの脳が、私たち自身が私たちの肉体を支配しているのだろうか。そういう疑問に行き着いた。俗に、いわ第二の脳などと呼ばれ、脳の欲求に対し、独自の動きを行う性質がある。まあ、それを例えに出してくる時点で、私のこの考え自体が間違っていると言えるような気もしないでもないが、しかし、もし私の考えを肯定するのならば、
SCP-239-JP による異常性は、私たちに働きかけているのではなく、私たちの、ドーン博士悲鳴。ドーン博士、クソ、黙れと言っているんだ。これは私の体だ。あの化け物女なんかに渡してたまるか。クソ。3秒ほどの沈黙。もし、この仮説が本当なら、あの SCP-239-JP の存在自体についても説明がつく。我々の中にある。この因子によって、我々は苦しめられている。そうだ。そうに違いない。この一連の事件は、私たちの中にある。もう一人の、ガラスの割れる音。ドーン博士、4秒ほどの沈黙。なんでお前が、ここに、どうして。謎の声、今、あなたのおそばに。何かが引き裂かれるような音。大量の液体が飛び散る音。録音終了。終了報告書。この音声記録はドーン博士のオフィス内にて発見されました。室内には、割れたコップ、散乱した資料など、音声記録の内容と類似するような現状が確認されましたが、最後に記録された噴出した液体などの物質は発見されませんでした。